花畑と呼ばれた正常期花畑はアメリカ合衆国の国旗を指す中国語由来の古い呼び方の一つ。この花は植物の花ではなく中国語で花という意味である。関東部分には青地に白星を散りばめ、紅白のストライプで彩られたアメリカ合衆国旗を花畑と呼ぶところから展示、アメリカ合衆国自体を花畑、花帰国とも称した。 花畑という語は19世紀後半に漢字文化圏に伝播したが、現在の中国、日本、朝鮮半島においては、国名としても国旗名としても、一般的表現としてはすでに廃れている。ベトナムでは、現在もアメリカ合衆国を、花畑と呼ぶ。ベトナムにおける、アメリカ合衆国の正式な表記は H、PCHNG クアックホア系である。香港のシティバンク。 ありがとうございます。